夏スケートボードとスノーボードもやるっていう、これも夢だったんですね。なんかどちらかというとチャレンジ、自分の中で挑戦してみたい、やってみたいっていう、まあ、新たな4年間にしていきたいなっていうのをピョンチャンの時に思って、自分もおかげで成長できた部分の中にはあったのかなっていうふうに、それが力になってて今回の結果にもつながったのかなっていうのがあります。